皆さんこんにちは、大輔でございます。すごく、ご無沙汰してしまいまして申し訳ございませんでした。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。現実のですね、現実のと言いますか、本業の方が年度末で非常に忙しくてですね、動画を作る暇もなければ、動画の在庫もないということで、動画を上げられなかったんですが、今回はですね、4月の28日に、フィリピンに行くということに向けて、僕実際お会いしたことがある方なんですが、フォーリバーさんという方から提供をいただきました。さあ、というわけで開封動画をですね、撮っていきたいと思います。何が入ってるかと言いますと、実はこれずいぶん前にいただいてたんですが、動画を撮る時間もなかったので、こんな遅くなってしまいまして、フォーリバーさん大変申し訳ございませんでした。何が入ってるかなということで、よっ、はい、縄跳びをいただきました。 LINE でお話しさせていただいている時にですね、フォーリバーさんの方が、まあ、フィリピンの子供たちに何かね、寄付をしたいというお話をいただきまして、縄跳びをまだあります。まだで、普通はこれだけですね、送っていただけばもう十分じゃないですか。ところがフォーリバーさんはこれだけではないんです。はい、ちょっとこれはね、こっちに置いときましょう。何本あるんだろうね、これね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16ってことは8本なのかな。8本が1、2、3、4、5、6、8、6、48本ぐらいだと思います。で、次です。次はこれ、吉成さんの動画にも上がってましたけど、子供たちがですね、これ喜びそうですね。これ、活動系なんていうんですかね、時計型の心拍とか測れる。そしてこれがすごいですよ、これ360度カメラ。心拍いっぱいある。はい、はい、いやー、これは子供たち喜んじゃいますね。はい、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 いやー、これ喜んじゃうな。はい、はい、で、あ、これも360度カメラですね、きっと。すごいね。お、ドローン、あ、これちょっと使ってみましょう、僕がね。ドローンの撮影がもしかしたらできるかもしれません。2、4、5、11個、活動系、スマートブラ、ちょっと読めません。心拍とブラッド、血圧が測れるみたいですね。糖尿病大国フィリピンで、これもしかしたら子供たちじゃなくて、むしろ俺がつけろって話なのかな、フォーリバーさん。はい、よいしょ、よいしょ。この360度カメラがすごいですね。開けてみます。よいしょ、よいしょ、ほい、おい、ちょっと使い方が分かりませんけど、
トリセツは英語なんで読めません。バンド、あ、三脚、なるほどな。あとマウント、あ、これいいね。これチェストマウントとかにも使えるやつですね、これね。はい。それと銃、これ何だろう、あ、充電器だね。充電器、充電器よ、充電器ですね。何ボルト出るんだろうね、ちょっと見えないと。で、口はマイクを USB ですから、別にこれを使わなくても大丈夫です。充電します。はい、これは後で撮ってみます。次にこれですね。よ、これはトリセツが中国語ですね。中国語と英語が、英語のがあるんで読めませんが、あ、これすごいじゃん。ね、マジ？ちょっと、ですね。もしかしたら次の4月28日に行くフィリピンの動画では、360度の映像をお届けできるかもしれません。はい、ちょっと使い方は今から勉強なんですけど、やってみて、できたらですね、これで画像を撮って皆さんが見たいところをぐりぐり回せるようにですね、していきたいと思います。フォーリーバーさん曰く、これ現地の人にあげちゃってもいいよ、プレゼントしちゃってもいいよというお話いただいてるんで、僕が使ってみて、僕らのチャンネルに、僕らのチャンネルのコンテンツがより深く大きくなるようなものでしたら私が使わせていただきます。で、誰かがどうしても大輔さんそれをくださいっていう人がいたら差し上げるかもしれないんですが、どっちでもいいよっていうふうに、ね、おっしゃっていただいてるんで、多分僕が使うんじゃないかなと思うんですが、そういうことでやっていきたいと思います。この度はですね、フォーリーバーさん本当にありがとうございました。片付けようとしたらごめんなさい、ドローンの紹介を忘れてました。このちっちゃいドローン、使い方がちょっとよくわかんないんですけど、かわいい。どういう状況これ。ですね、お、コントローラーも入ってますね。コントローラーのバッテリーはどうなんだろう。お、よいしょ。トリセツがありますね。トリセツが中国語なので読めませんが、こっちは英語でも書いてあるのでなんとかなるかもしれないです。ちょっとやってみて、これもですね、できたらドローンの映像もですね、次はもしかしたら我々レッツジョイアスの、動画に空撮が次に出るかもしれないということですね。こうご期待でございます。それでは改めましてありがとうございました。失礼します。さようなら。